ニコラス・マレー・バトラーはアメリカの哲学者で著述家。ニューヨーク市のコロンビア大学の総長を務めた。ケロック・ブリアン条約の締結を促した功績を認められ、1931年にジェーン・アダムズと共にノーベル平和賞を受賞した。ニコラス・マレー・バトラーは1862年アメリカのニュージャージー州のエリザベスで工場経営者の息子として生まれた。 彼はニューヨークのコロンビアカレッジに学び、卒論ではイマヌエルカントを取り上げた。1884年哲学の学理を取得、1888年コロンビアカレッジの哲学の教授になった。その上、1893年には教育学の教授職も引き受け、1902年にはコロンビアカレッジの学長に就任し、今日世界的にその名を知られる。 コロンビア大学へと発展していくことになる改革を行った。1945年83歳で彼は学長職を引退した。マレーはかなり早い時期から平和運動に積極的に関わっていた。とりわけ熱心だったのは国際理解というテーマである。彼には政府から総督、大使、さらには 外務長官などの職の提供があったが、彼はこれらをすべて誇示している。1907年、彼は、フランスの政治家、エステルネルド・コンスタンが創設した国民的関心の、防衛と国際的和解のための委員会のアメリカ支部を創設する。1907年から1912年、バトラーは、常設国際司法裁判所の創設のための準備に参加する。 常設国際司法裁判所は1921年になってデンハーグに設けられた。1910年アメリカの実業家アンドリュー・カーネギーがカーネギー国際平和基金を創設し、これに1000万ドルの基金を提供した。バトラーはこの準備のために大きく関与する。この財団は以後国際的な平和活動のため最も重要な支柱として寄与していくことになる。 バトラーはワシントン DC でこの財団の事務長に就任し、1925年以後は理事長となる。その役割としては、彼は彼を外部の相談相手として利用したアメリカ大統領の相談相手という役もあった。時には外交官のようなこともやってのけ、それにはソ連の共産党書記長、ウラジミール・レーニンやイタリアの首相ベニート、 ムッソリーニとの会談のようなものもある。第一次世界大戦の後、新設された国際連盟にはバトラーは会議的な立場を取った。1927年、アリステッド・ブリアンが発表した政治的な手段としての戦争の追放宣言にバトラーは感銘し、アメリカをこれに賛成する側に引き込んだ。この許により、彼は1928年に締結された。 ケロックブリアン条約の最も重要な推進者となったのである。ありがとうございます。